我々には帰巣本能というものがね、あると思うんですけれども。はい。まあ、動物といえばね、よく飼い猫が隠れても、挨拶ないんですね、今日は。そういうパターンもあるパターンもあるね。そういうパターンもある。多様性で生きてるから、ね。さすがに知ってると思うから。新規取りに行こうとしない。動物でも自分の家に勝手に帰ってこれるってことは。そうですね、はい。人間なら目隠ししてでも実家に帰れるんじゃないかということで。なるほど、なるほど。だって今まで何千回とシャトルランしてるわけよ。まあそりゃそうだよね。実家は一番帰ってる場所ですから。はい。というわけで今回の企画はですね。はい。人間なら目隠ししても実家帰れるたち。帰れるでしょ、さすがに。さすがに帰れる。だって、これ要は目つぶってても、次どこで曲がるか。要はどこで曲がるタイミングとか、全部わかるんじゃないか。いや、いけると思うねんな、俺正直、本気で。でも、これは、次の信号を右とか言っちゃダメだよね、多分。ここは僕の実家です。あ、はい、みたいな、言うわ、言うわ。それでいこう。言うわ。というわけでね、やっていきたいと思います。メガネマネの上で、地球に帰ろう。はい、用意スタート、行きましょう。じゃ行きまーす。よーい、ドン。右です。右折しまーす。右です。はい、はい、これ左です。はい、これ左です。入れずに左。はい、これ左です。はい、あー、いいですね、タイミング。で、まっすぐ行きましてですね、タイミング絶好調ですね。はい、ここ一時停止です。あー、確かに、ここ一時停止です。はい、飛び出し坊やあるからね、ここで。まっすぐ行きます、まっすぐ行きます。ありがとうございます。はい、ここ右折です。はい、いけるな、これ。これいけるな。これいけるな。言うて、曲がり角一番多いって、ここの、まあ、住宅街。まあ、ここやね。住宅街のとこが一番多いよね。じゃあ、これ、ちなみに、難しいですよね。尺考えなくていいっすか。尺は一発でクリアしちゃっていいっすか。あ、よ、合流します。あ、合流します。合流します。仰せの通りに。合流します。これな、何がむずいって、直進してるときが一番むずい。まあ、それはもう、直進してるときが、今どの辺なんかわからんから、これ難しいことが一個ありましてですね。インターチェンジで乗り換えないといけないんですよ、高速道路。高速使うん、これ。高速使います。マジか、お前。ちなみに今止まってるか進んでるかどっちやと思う。止まってたな、今のは。さすがに今クリープ現象だ。今クリープ現象。必勝。さすがにわかる。そのクリープ現象伝わるん、すごいな。止まってるかクリープ現象か、わかる、わかる。すごいな。でも、とりあえず真ん中行って待って。やばい、これ今どの辺かわからんくなった。やばい、これ直進がめっちゃえぐい。確かに予想以上にやっぱ直進の魔力すごいわ。ちなみにさっきお母さんに、うん、今から企画で花尾と家帰るわって言ったら、どういうことって LINE 来た。やろうな。それで言ったら完全にお前どういうことって。電源圏はメインの撮影でしかないもん、ね。そう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 。この辺りで右です。まっすぐ行ってください。じゃあ高速に入ります。これ右車線に行くと高速に入れます。はい、入ったんかどうか。多分今高速乗ってると思うねんな、これで。そう、うん、じゃあ言うても、いや、この速度で結構ずっと走り続けられるの結構すごいと思う。だって70キロぐらいでしょ、今。気づいた。あ、70キロです。70キロぐらいでしょ、今、多分。え、そろそろね、あれあるんじゃない。料金所。料金所ある。ほら、左側の ETC とか入ってんじゃん、今、これ。こう分かれてるところの左のとこ入ってんじゃん、今。本当にそうかな。え、左のところ入ってんじゃん、今、ETC のとこ。マジで。え、これマジで合ってんじゃん、これ。え、マジで合ってんじゃん。ほらほらほらピンポン、ほらピンポン。やっぱこれ乗ってるって、ちゃんと乗ってるわ。あ、よかったよかった、ちゃんとうまいこと言ってるわ。順調のようでございます、ね、うまいこと言ってる。あ、ここまではもう場所分かった。でもここからなんよ、ポイントは豊中というところで左に入らないといけない。まあ、それがいつなのかっていうところをちゃんと言えないといけない。今だから豊中南、豊中北から。一発で終わらせる。運転してる方も怖いからね、これ。これでお前北海道行くドッキリとかされてたら、お前怖いね、もうこれ。あれなんそれ、ディズニーランド行くドッキリ。マジで何も見えんからな、これ。うわ、でもそろそろかもしれん。そろそろちゃう。そろそろちゃうかな。ほほほほ。じゃあ、あと20秒カウントして左。20秒カウントして左ね。20、19、18、17、3、2、1。はい、あと 300m で左です。はい。危ない、今高速の左寄るとこのわずかのスペースに止まりそうになった今。そう、俺は実はね、そこ降りるタイミングを知らんから、合ってるかどうか分かってないよね、実は。いや、まあその方がいいよな。でも恣意的じゃない。お、すごいこと言ってる。
兵庫県に入ります。あっ通り過ぎた。あーっとやってしまった。通り過ぎてる。一瞬だけ兵庫県に入ってしまう。このパターン、このパターン、風景が、景色が見たいなってことは目だくらいじゃない。この辺左です。お、まあとりあえずあの左さっき言ってたんで、なんでなんとか俺は視聴者に可能性を与えたい、奇想本能はできるって左行ってまっすぐ行ってるね、今どう考えても。この辺の地形知らんやろ、だって言うて豊中インターでミスったの痛すぎ、激痛。あのマリカやったらこうジュゲムがこうやってるよ今頃あのマリカ間違いない、マジで、うん、とりあえずまっすぐ行ってます。右、右、右、はい、右曲がります。左いや、ちょっとお前、ちょっとお前左、左曲がります。はい、この左前あったとこに僕んちあります。いや、ちょっと前わからん、マジでどこか。はい、この行き止まり僕の家です。はい、じゃあ目を開けてください。どこですかここどこここ、どこここ、横国ですかここは。どこここ、中之島。はい、というわけで1回目失敗と、はい、いうことでオフィスに戻りましょう。ヌーラベーベー大でーす。ルーラー完了。はい、じゃあ、はい、どうだーす。ライフあと2つ頑張ります。ということで目隠しレッツゴー、できますよ。はい、気づいてよーっと。はい、左行きましょう。左行って出ましょう。これはあのさっきあの高速道路で失敗したんで、ちょっとね下道の方が帰りやすい説があるんです。下道、はい、一見難易度完全に上がりそうやけどな。やば、ここで決めたいな、これ右で。あー、でも今回はクリアしたいな。3回目まで行きたくないな。もう早くも2回目ですからね。そう、早くも2回目、まあ、あの視聴者的には早くもやけど、我々あのルーラーに時間がかかってる。そうなんですよ、もう2時間ぐらい経ってるから。ドラクエってすごいなと思ったな。ルーラーって結構だるいから。下道というのは何がポイントになってくるんでしょうか。これは下道というのはですね、信号が多いんですよ。まあそうですよね。だから信号が多いんでよく止まる。そう、多分ここは毎回引っかかるなって信号に目をつけてポイントポイントで追っていくって感じになります、ね、先ほどの範囲はつまり等速直線運動によって敗北したってことやな。敗北ですし、ちょっとまだちゃうかっていうチキンレースで負けたって感じな。そう、そういう戦法ですね。斜め右前くらいの、なんて神戸って書いてる方に行かなあかんねんけど、斜め右前みたいな、なんかそろそろ。あー、なるほど。まあ現在まあ右のラインは直線直進してる。斜め右前行った。斜め右前、これ行ってないな。オッケー、もう別になんていうか普通にまっすぐ俺は進んでるだけですね。下がって下がってるね。降下したやな。あ、これ確実に、あ、なるほど。あの高速道路の、切り替えます。ちょっと待って、あの俺とお前で多分アンジャッシュみたいなこと思ってる。ちなみにもう早くもう位置を見失ったな。見失った、マジで見失った一瞬で。いや、稲川が来るはずないよ。おお、稲川が、はい、いつ来るかなんよな。稲川の川の空気を感じるか。おっと、ここでオープンヒアウィンドウス、さあこのわずかな川の冷気を感じることができるのか。何も感じん。でもこの辺工業で、これマジ稲川ちゃう。今稲川にいるんじゃない。なんでそう感じるんですか。稲川の近くというのは、うん、工業地帯というか、トラックが多いですよ。なるほどだからこう今トラックの音がめっちゃしたんで、はい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 、ここは稲川じゃないかという予想です。おお、なんかちりっぽいこと言ってて笑った。あ、聞こえます。はい、飛行機の音絶対合ってる。飛行機が上通ってるってことは絶対合ってるわ。これ稲川や。今私何も言えないので草しか生やすことしかできません。はい、今ね右手見てください皆さん、はい、肉盛りそばあります。肉盛りそばを超えると左手にドンキホーテが見えてきます。あ、ドンキホーテですか。ドンキホーテ見えてきます。そうですか。これ今何が見えそう。これねココイチとびっくりドンキが見えます今。おお、ココイチびっくりドンキ吉野家あたりがある場所ですかね。この先どんな感じなの。でこの先向こう側です。地形はちょっと道路の道路の地形を右に曲がっていきます。はいはい、右曲がってるよね、これ完全に右曲がってるね、これほら。で次のところもで、ここで向こう側通ってます。あの川が見えるはずです。で、反響返ってこない。川です完全に川です
上心とかもある、あるね。最近できたん、左手に上心、上心っていうか天気上心、上心ってちなみに東京の人に言っても通じひんからね。あ、そうなん。え、マジで合ってる気がする。これ止めたらいいですか。はい。あ、でもここ僕、まあ僕ん家です、ここ。はい、というわけでオープンやアイス。陶器が上通ってるってことは絶対合ってるわ。これ稲川や、今通り過ぎた。あーっとやってしまった。オープンやアイス。ほらクリア。ここオレンジや。クリア。いやー、というわけで、はい、検証結果、人間にも競う本能があるという。いやー、ギリギリよかった。いや、すげえ。よーし、すげえな、お前。いや、すごくなかった、正味。マジですごいな。もう全部合ってたね、マジで。なんか途中なんか微妙に誤差あったかもしれんけど、うん、ほぼ 100% 合ってた、全部。高速だとむっちゃきつい。ああ、やっぱね。いや、どっちかというと入り組んでる道をの方がやっぱりいいわ。イメージは、いや、ちょっと運にも恵まれてて、1キロ直線カーブ、1キロ直線カーブみたいなのが多かったおかげで、チェックポイントがね、結構すぐ、うわ、そろそろ分からんなって時にチェックポイントが来たことがめちゃくちゃ成功やった。